こんばんは。ちょっと画角どうしたらいいんだろう、難しい。ポンシーです。こんばんは。ハッピーハロウィーン。画角高めでお願いします。なんかいつもよりは倍高くやってるんだけど、なかなか映んない。見えますか？今日はお話し会ありがとうございました。今日はキョンシーのコスプレをしてみました。ポンシーです。ちょっとずっと座ってたらくしゃくしゃになっちゃった。ポンシー寒そう。めっちゃ寒かった、お話し会の時は。寒すぎてどうしようかと思ったね。たくさんの人とお話できて嬉しかったです。ありがとう、ポンシーです。ありがとうございました。ちょっと寒かった。ちょっとだけなんかカラオケ配信、なんかお話し会の休憩中にちょっとだけ40分ぐらいショールーム配信読んでね、カラオケしたりしたんですけど、その時に全身とか映ってたかな。ポンシあ、見てくださってありがとうございます。この格好で帰ってきたの？いや、一回服に着替えてもう一回着替えました。家に帰って二度手間です。そう、ロドス歌いました。ここがロドスだ、ここで飛べ。教師世代、なんか世代ではないけど、なんか教師は知ってる。これね、アリちゃんさんとチホさんと一緒やった。めっちゃ偶然のお揃い。そう、めっちゃ偶然でした。こんな感じ。ちょっとめっちゃくしゃくしゃになっちゃった。伝染したんだけど。恥ずかしい。伝染してしまった。おお。そう。熊田は、お、ちょっと待ってね。キョンシークマタワー、ありがとうございます。ちょっと書くか。ペン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 、どこだ。すぐどっか行くのか。キョンシー君もありがとうございます。
そう、破れちゃったとか、すぐさ、なんかすごい高校生を思い出したんやけどさ、なんかこういうストッキング類ってすぐもう履いた瞬間に伝染するときあるよね。なんかそれを思い出した、めっちゃ。絶対領域、絶対領域ではないよ。膝までしかないこのストッキング。またはありがとうございます。ハッピーハロウィン。相対領域そんな言い方するん。もう多分これ伝染したから、もう今日履いたけどもう着れない、恥ずかしくて。今日はありがとうございます。熊田は教師で帰ってきた。違うよ、さすがにみんなコスプレでは帰ってない。恥ずかしいから。価格をね、ちゃんと衣装を見せたいけど、どうやって見せたい。今日はね、でもかみんなのコスプレ姿が見れてすごい、もう 目の保養でした、うん、マジでなんか楽屋が華やかって感じ、めっちゃ良かった。誰が良かったですか？誰が良かった、うん、MVP はリコチかな。私最初マイケル・ジャクソンでもいるのかなと思って、なんかみたいななんかすごいスーツ姿の人がいるなって思ったら、リコチが上下かぼちゃ柄のスーツ着ててびっくりしたそう来たかって。それはちょっとこの人には勝てないなって思った。どんなコスプレをしようと負けたってなりましたね、うん、ネットで買ったって言ってたね。本当によく探したなって感じ、よくあるんだなって思ったけどね。でさ、なんかハロウィンナイトを歌ってたんですよ、なんかその特別配信でね、今日のカラオケ STU のカラオケでね。したらさ、なんか皆さんに見えないところでさ、なんかリコチとさ、みゆみゆさんのダンスバトルが始まってさもうなんかやばい、歌えなくなっちゃってさ、もうめっちゃ見せたくてさ本当に見てほしかった。すごい、もうなんかもう勝敗がつかないぐらいのなんかもうディスコの曲に合わせたリコチとみゆみゆさんのパフォーマンスがもう本当にすごかった、うん、そう、めっちゃ面白かったです。誰か動画撮ってない、撮ってないのかな、誰か。めっちゃもう歌えなかった。いつか見てほしいですね、ちょっと来年とかやってほしい。うん、マジで面白かった。
そうだからね、なんかいいハロウィンでした。皆さんはいいハロウィン過ごしましたか？なんかお菓子をもらってないんよね結局誰からも。ちょっと差し入れでスタッフさんからお菓子もらったぐらい。お菓子あれれ、プリンもらった。プリンとワッフルが差し入れにあって、それは食べたけど。トリックはトリート言ってもないや言えばよかった。ワッフル食べた。ワッフル、マジでこのストッキングさのなんかデニール感がめっちゃ好きなんですよ。この私こんぐらいのね薄さがめっちゃ好きなの。でももう履けなくなってしまった、悲しい。ピエデニール薄めが好き、タイツとかストッキング。なんでニール？わかんないちょっとそこまでは見てないけど。捨てるの、伝染したらもう履けないよね。だって悲しきかな。ストッキングの一生とは短いのです。気をつけて履かないとね、履いた瞬間に伝染しちゃうから。プレゼント応募はしません視聴者プレゼントにはしません。まだ1回しか履いてない、これ履かない。セミより短命、そうだよ。セミより履かないよ。楽しかった。でもオンライン話し会なんか初めましての方とかめちゃくちゃいて、やっぱ5枚目からのに変わったからかな、5枚目だからかわかんないけど、すごいオンライン初めましての方とかめっちゃいて嬉しかった。なんかコロナ中にショールーム見てなんか握手っていうかオンラインお話し会撮りましたみたいな、えっみたいな、なんかそのコロナ中にファンになったっていうのがめっちゃ嬉しくて、なんかライブとかさ全然できなかったからほぼショールームとかしかしてなかったのにさ、それでファンになったのめっちゃ嬉しいと思って、ありがたいですね。ね、嬉しいこと、それな、本当にありがたい。なんかそっからこうオンラインお話し会をね、券を取ってくれるまでになるって考えたらめっちゃ嬉しい。ね、そう、あの時はショールームほぼ毎日してたから、めっちゃ嬉しいぬまへようこそ。それな、あくちゃん沼へようこそ。いやでもなんかとか、なんかツイッターで好きになってオンライン話し会撮って、なんか昨日初めてショールーム見ましたみたいな人とかいた、みたいな
ショールーム昨日初めて見たのみたいな。喋ってる私をそんなに見てないのに撮ったんだと思ってすごいびっくりした。そんなことあるって思って。え、普通なんかもうちょっと知ろうとしてから来るやないみたいな、そのめっちゃ急ぎに急いでるやんって思って、めっちゃ面白い。まあでもちょっとありがたいですね、ツイッターとかね。だからもう本当にありがとうございます。ショールームとかね見てくださって嬉しい。なんかねえなんかさ、お仕事もさ、ライブとかも全然できなくてさ、ロケとかも行けなかった時とかさ、もう本当にショールームしかしなくてさ、しかもそのショールームの話題もさ、なんか毎日何もないから、なんか毎日食べ物ばっかりの話とかしてた気がするんだけどなんかまあ嬉しいな、そんな私でも好きになってもらえて。うん、ありがたい。そう、海外の方とかも多かった。うん、もう本当に嬉しい、感謝感激。雨あられ、何かしてたって印象あんまないかも。うん、自分もなんかした覚えはない。なんかとりあえずなんかもうめっちゃ50日ぐらい毎日アイドルしてた気がするけど何をしたって言われたら何もしてない気がするなんかしたかなって感じ。うん、なんかでもそんなたわいもないショールーム見てテニプリしてた。あああるよ、今越前龍馬黒この中にあるよ、この中に。ハロウィンだししようか。ちょっとどうしようかな。まさかここで着ることになるとはな。まさかここで着ることになると。よいしょ、ちょっと待っててくださいね。今から青春学園テニス部になりますか。このレギュラーしか着れないレギュラージャージ。
おきぷり。まだまだだね。俺は上に行くよ。ちょっと帽子がないな。いや、なんでこれハロウィンにしてるって感じ。どうしたって言ってまさかのこれね。ちょっとめっちゃチャックかむんやが。これなんか普通にリコチが私服で着てそうなんだよね。あ、チャックかむ。STUっぽいね。私は手塚部長が好きだから、声楽だとちょっとジャージを羽織らせてもらいまして。どうやってつけてたっけ、こうだっけ、いやこうか。確かに STU っぽい。手塚ゾーン越前、お前は声楽の柱になれ。肩パッド入れてないですよ、ちゃんと。下もジャージ。もうこれみんなが求めてたコスプレではないと思う。明らかに。スプリットステップ、おー、よくわかったね。テニスのステップだよ。こっちの方がちょっと、カオス。なんかちょっと危ない物語みたいになっちゃった。ウィンブルドンに連れてっていいね。電車のドア近く。いや、いっぱいあるのコスプレ。ここに西洋服とか、ナース。なんか今度整理しようと思ってさ、出してた。メイドもあるよ、メイドも。そうそうそう。なのにこんなにさ、こう皆さんが好きそうなコスプレ道具はさ、いっぱいあるのにさ、なんで私はなんで私は声楽テニス部になってるん、なんで。これさ、メイドのさ、こういうのだってあるのに。こういうのだってあるのに全然似合わないよ、こんなんじゃ。混ぜるな。
どうしよう、ちょっと着替えた方がいいかな、この性格レギュラージャージ。これ着てでもなんかね、どうなったって言ったらハロウィン感はなくなった。ハロウィン感はなくなりましたね。戻る？そうだね、戻ろうかな。ちょっとまたあっち向いててください。クマありがとう。よいしょ。いつも手取り足取りテニス教えてね。よいしょよいしょ。プレゼンで頑張って初めての恋レレレレレのおかげさまに名前さえも知らないあなただけどいつかは私を連れていてウィンブルドン。よいしょ。一人じゃジッパーってなかなか上げれないのね。お願い背中のジッパーちょっと上げてちょうだい。よいしょよいしょ。え、ユミリーさんがコメントしてる。いつの間に。何、私のアバターをもらいに来たのかな、もしかして。アバター泥棒だ。帰った。アバター泥棒だ。私が見てない間に。絶対もういないわ。アバターだろうな。そう、今ね、あの STU の配信見るとハロウィンのアバターもらえますよ。アバター泥棒だ。メイドさん。ちょっとコメント見てみよう。おきちゃんいないからコメントで登場。アバターもらいに来た。うわー、やっぱり。コメント今見返した。絶対コメントもらいに来たと、コメントじゃない、アバターもらいに来たんだと思った。よし、ちょっとメイドさんに返信して。どうもメイドさんです。やられた。まあ別にいいんやけど、メイドさんです。これね、このメイドさんあれなんよ、もうガチのメイドさんのやつっぽいやつだから、
クラシカル、クラシック、クラシカルメイドさん。ですよ。そう、クラシカルなの。ちゃんと。ガチの本当にもうこんなに長い。メイドさん。でもなんかおもこいで、おもこいの握手会でなんかメイドする日があるんですけど、その日はこれじゃなくて新しいのを買おうかなって思ってます。テロップ変える、確かにテロップ変えよう。ポンシーはねちょっとあんまりやってないですね。ちょっと短かったね。まあオンライン話し会の方にいっぱい見ていただけたから、ちょっとね、今日はショールームではチラ見せ程度で。よし、じゃあ本来のハロウィンはじゃあこっちにしよう。ちょっとなんか一回越前寮も挟んだけど、メイドで。で次のおもこいでやるときはなんかこう、まあ、黒と白もいいけどなんかちょっと違う色のあるやつもいいなとか思ったりしてるメイドさん。ちょっとねもうちょっと調べてるまあ来年になるかな、メイドで握手するのは。あ、お話か。恥ずかしい メイドポ。なんか私ね、あの千穂さんの番組の働く石田千穂って番組でね、メイド喫茶で働いたんですよ。でその時に本物のメイドさんから、そのなんかメイド喫茶のなんかこうやり方、そのメイドとしての立ち振る舞いを教わったんですよ。それがね結構勉強になるの、本当に勉強になるの。そうなんかね、まずねこうで、OK、ご主人様が帰ってくるじゃないですか。そしたら「お帰りなさいませ、ご主人様」ってこう一回屈伸をするんだってこう一回屈伸するの。かわいい。なんかなんだっけ、なんかすごい納得すること言ってもらったんだけどちょっと忘れちゃった。でご注文を取るときはまずしゃがんで机に手を添えて、ご注文お決まりですかってこう聞くの。こう見上げてお嬢様とご主人様。そうすごいね、なんかもうすごい全てが可愛かったの。なんか決められてるその礼儀、そのメイド喫茶の礼儀作法みたいなのが全部可愛くて本当に燃えた、萌え萌えでした。
もう行きたいもん本当に、うん、メイド喫茶行きたうん、おローケーティーさん、クマタワーありがとうございます、書くね、ありがとう、うん、このメイド服ね、もう結構さ、なんかもうボロが出てるっていうか、結構もう2年ぐらい前に買ったやつだし、保管方法も悪かったからね、もうなんかしかもそんなになんかいいやつじゃないから、もうボロボロでね、もう多分ね今後皆さんの前でこれを着ることはなんかない気がするんよね、多分なんだけど、そのちょっとさ断捨離もしたいしさ、だから、まあ、新しいメイド服をお迎えするから、この子は多分もうラストかもしれない、でもこれとか可愛いからこれとかちょっと残しとこうかなと思うんやけど視聴者プレゼントいらないでしょ、私の使い古したボロボロのメイド服、まあ、でもちょっと働いてる感は出るけど、ちょっと働いてる感は出るかな ZombieKumaKakuせ。ローケーティーさん、クマタワーありがとうございます。なんでね、このちょっとクラシックなこのメイド服ちゃんもいっぱい愛してあげてください、あげてくださいというか、くれてありがとうございます。またね、次にお出迎えするメイドオキパもよろしくお願いします。ありがとう。クマタワーありがとうございました。メンバーにあげよう。違う、めっちゃボロボロでさ。あげてもゴミになるぐらい本当にボロボロな、もうなんかケチャップとかさ、なんか料理配信かなんかした時にすごいケチャップついちゃってさ、うん、ずっと私がエプロンのとこでこう手組んでるのめっちゃシミが取れなかったな、悲しきかな。すごい、ハロウィンのギフトありがとう。明日からはもうクリスマスモードになるんだろうね、きっと早いことでね。11月になりますよ皆さん、もう10月は終わりです今日で。そのことをちゃんと理解しているでしょうか。そうだよ、1年早いよ、うん、10月もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。え、てかメール今月も取ってくれてありがとう。お、小鉢さん、クマタワーありがとうございます。すごい、ハロウィンのクマタワーを今日見れて嬉しい。やばい、七並べのランキング発表今月中にできなかった。もう
明日しようかな。あ、でも明日行けるかな。明日しようかな。なんかさ、七並べのランキング発表がまだできてない。本当は10月にしようと思ってたやつができてないみんなごめんね。できてないみんなごめんね。あー嫌だー、そんな自分が嫌だー。もう今度からは早くにランキング発表。いや明日するね。え、消えてないかな。めっちゃ心配なんだけど、そのランキングが。お気味始まった急な私のミュージカル。昨日消えた。スクショ持ってる。ツイッターに載せて、お願いお願い、ツイッターに載せて。一筋の希望が見えた気がする。コバチャさん、クマタワー、魔女クマタワー、ありがとう。明日ランキング発表します。じゃあそのツイートを見つけ次第。ありがとう、またはハッピーハロウィン。そっか、そうだな、1日に消えるんじゃないもんね。その日のお昼に消えるんか。夜まで残してくれてもいいのに。よろしくお願いします。ぜひぜひツイッターに。ありがとう、並べてくれて。すまんすまん、ありがとう、嬉しい。もう嬉しいとか言って、もう勝手に乗せてくれることを前提で話を進めておりますが、有能。そうなんです、私のファンの人は有能なんです。みんな有能以外帰ってくれないかっていう訓練をされた有能有能さんだけなんです。ありがとうございます。ただ一人有能じゃない人がいるとしたら、それは私なんですね。あー無能ポキヨー無能なポキヨがいます、ここに。あー悲しい。ワイもやで、仲間やな仲間やな、無能同盟組もう。じゃあ私と一緒に。私はあれだから、あの本当に最悪なんだけど、無能であることに焦りを感じてないから、なんかちょっと誇らしげな無能だから本当に最悪。ちょっとなんか堂々としてるもんなんなら堂々としてる。開き直り、そうだね、もう本当にその通りだ。その言葉が一番正しい。
開き直りだ。ちょっと頑張って。11月の目標、1ヶ月の目標決めよう。昔は決めてたの、1ヶ月はこれを頑張るみたいな。昔はね。今年も今月も決めよう。11月の目標何にしようかな。何がいいかな。ん何がいいかな。ん、何してほしい？11月私に。来月何を頑張ったらいいかな。10月のランキング発表、あ、それは絶対する。9月と10月のランキング発表は11月内にする。絶対する。風邪ひかない、優しいね。ありがとう。何がいいかな。ラジオ体操。なんかみんながさ、なんか優しいからさ、元気に生きてとかさ、なんか風邪ひかないでとか、そんなんばっかりなんやけど。え、いいよ、もっとなんか言って。ショールーム毎日とか、まあわかんないけど、できるか。でも頑張るよ。何でもいい、何でも、何でもいいよ。まあできることに限られるけど。毎朝、毎朝はちょきついな。毎朝きついな。フォロワー数2000。それはなかなか、なんかちょっと番組の企画みたいな感じだね。確かにフォロワー数、確かに伸ばしたいな。ショールームもツイッターも。なんかそうやろうとしたらさ、必然的にさ、ツイート数多くなったりとかさ、配信も多くなったりとかなるよね。そうしようかな。なんで自分追い込んでんの。確かに追い込み習慣。じゃあショールームのフォロワー数を今ね、何ぼぐらいだろう、なんか2万1900ぐらいだった気がするから、ショルメってね、なかなかあれなの、難しいの、伸ばすの。2万4000、4000はちょっと難しいよ。あ、じゃあショールームのフォロワー数を22,222人にする。11月中に。どう？少ない？少ない？そんなに？ちょっとしょうもなすぎ？どうしたらいいの？じゃあどうしたらいいの？にゃん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 。そう、じゃあ達成したらどうしよう。なんかまあ自分にご褒美あげて、達成しなかったら罰ゲーム何がいいですか。
何がいいですか。猫コスプレでニャンニャン萌えセリフ。わあ、なるほど。萌えセリフはちょっとしんどいね。じゃあ、それでフォロワー減るってなり方いやよん。じゃあ罰ゲーム激辛とかは、激辛絶対完食とかは、コスプレして激辛完食とかはどうですか。なんで私こんな何も特にない日にねえ、本当に完食できる？え、わからない、完食したことないから。辛いもの完食したことないから。でも最近辛いもの売ってないよね。でもなんかみんなそれをやってほしそうだから、なんかフォロワー数減りそう逆にした方がいいか。ご褒美、いやご褒美でもないしな。ご褒美でもないぞ。どうしたら、うん罰ゲームをほのたに考えてもらう。ああ、ちょっと言ってみる、一応聞いてみよう。じゃあ来月11月私はショールームのフォロワーを22,222人まで増やす目標です。頑張ります。なんかちょっと配信ちょっとしてきたいな、結構。増やすために何するの？まあ配信とかやりたいなと思うけどね。うん。頑張る。ショールームのフォロワー数ってさ、なかなか難しいのよ。なんかツイッターとかってさ、なんかさ、まあ、結構順調にっていうか、まあ普通になんかつぶやかなくてもなんかこうちょっとずつ増えてったりとかするんだけどさ、なんかもうショールームってさ、もう配信しなかったらもうフォロワーパッて減ったりとかさ、かといってさ、まあこうやってのんびりやってるだけじゃ増えなかったりとかさ、なんか難しいんよね。ちょっと自分もね、フォロワー数が8000人ぐらいだから1年目とかかな、8000人まで行ったんやけど、なんかその8000人まで行くにはね、結構ね本当に1日何百とかのペースで増えてたんだけど、8000からねもうぴったり増えなくなっちゃって、もうなんかまあ多分総数とかもあるんだろうけど、すごいね、あの全然伸びないなみたいな、ちょっと YouTuber みたいなこと考えてたなんか動画が伸びないぞみたいな、そういう配信者あるあるみたいなでね、8000から1万まではね結構ね、なんか伸び率が悪かったんだけど、1万超えたらまたこうさ、別の層の人とかがさ見に来てくれてるのかな、こうまた増えてみたいな、でまたこう1万
9000ぐらいからまたこうちょっと伸びが悪くなってみたいな、なんかそういうなんかこの桁をさ、桁が変わる瞬間ぐらいってさ、めっちゃ伸び率悪い。これダイエットみたいなもんなのよ最初は順調に痩せてってもみたいな、停滞期みたいな、本当になかなか難しい。今もさ、ちょうどさ、この2万1900というさ、ちょっと2000になるかならないかぐらいだからさ、結構難しいとこなんだよねという Y の分析ですが、停滞してる時の頑張りが大事ね。ダイエットもそう、そうだそうだそうだ、なかなかいい分析、本当冷静な分析。企画配信すると増える感じする。なんか企画配信してかつ長時間だと、なんか普通に1日で100人とか行く時もある。けどかといって別に増えない時もあるから、何が当たって何が外れなのかはあんまりちょっと自分でもよく分かってない。なんか顔面のコンディションなのかなとか思ったりするし、その時の自分の面白さなのかなとも思ったりするけど、でも考えてみたら別に大して差はないような気もするんだよなみたいな。だからよくわかんない、難しいね。何でバンと増えただろう、まあ、覚えてないんだけど。まあ、でも昔とかは料理配信したら結構増えてたかな。キモかわいい店ってまだやってますか？やってますよ、ぜひ来てね。沖の湯増えた、沖の湯増えたかな。なんか増えたら増えたってちゃんと記憶に残ってると思うんだけど、あんまり記憶に残ってない。いつもと違う時間に配信してみるとか。でもね、なんか今日のオンライン話し会でもね、その前に朝5時間ぐらい配信した時、なんかそれを見てなんかオンライン話し会撮りましたみたいな初めましての人とかもいて、なんかその夜勤帰り仕事帰りに見たみたいな。さあ朝さあんまさやらんやん自分、たまにはやってもいいのかなと思う。たまにさ最近やるよね、でも朝本当にたまに、なんかオンラインお話し会の前とかさ、なんか7時から8時とか8時から9時とか、いやたまにやるよね。もうあれってさ、あれどうなんだろう朝5時半おすすめ、一番いい時間。なんで5時半、まだ起きてる人がいるってことなのかな。でも最近私結構生活リズム規則正しい系の人だから、夜中できたらいいのにね。夜はもうすごいよ、テンションやばいよ多分本番、夜から本番だから。まあたまに朝配信とかもしたいなとは思うけど、昼間は見れない。確かに昼はね、なんか昼なかなか見れる人って少ないと、少ないなと思うから、その土日以外の昼はあんまりやろうかなとはならないかもしれないけど、またちょっとたまに朝とかやろうかな
夕方もあんまやらないかも。夕方もさ、なんかギリギリ仕事終わってない人とかいるのかなみたいな思ってさ、あんまやらないんだよね。なんか5時とかさ、6時とか。どうなんやろうと思って。でもこの時間帯もさ、ちょっと遅すぎな気もするよな、なんか規則正しい人にとっては。だってもうさ、お風呂入って寝たいじゃん、眠りたいっていうかさ、こうお布団に入ってこういろんな準備とかしたいじゃん。ツイッター触ったりとか、携帯つついたりとか。ちょっとさ、お風呂入る時間を奪ってる感じはして、ちょっと申し訳はないけど、と思ってるけど、まあこの時間にやる。この時間にやる。お休みを言いたいんよね、なんか10時半とかに、まあ自分も終わる時はあるけど、10時半とかに終わってお休みって言って切って、でもまだこうなんだろう、寝ない30分間みたいな、このまだ12時前っていうのがちょっとなんかこの時間にやる、配信するアイドルあるあるなのかもしれないけど、まだ配信できる時間帯なのになんか何もしていないみたいな。なんかあるの。でも12時まで切ったらさ、もうできないからさ、あ、よし自分の時間だみたいになるじゃん。なんかパッと切り替えれるんだけど、10時半とかに終わっちゃうと、あ、なんかそわそわみたいな。そわそわってしちゃう。なんなんだろうねこれ。そう、謎のそわそわ。だからちょ、皆さんすいません、起きててください。皆さんすみません、起きててください、寝ないでください。ハートありがとう。ファンに起きろというアイドルやばい。ウィーン、あららら、今日も治安が悪い。夜なのに治安が悪い。ういー。今日のさ、今日本当にあった怖い話してたじゃないですか。自分見れてないんだけどさ、見た人います？本コア？自分見れなかったの。でもさ、なんかさ、自分のショールーム始める直前にさ、フーさんのショールーム見ててさ、フーさんのさ、怖がり方めっちゃ面白いの。なんかね、こいつ、いやー怖い、どん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 、あー何も見てない、どん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 みたいな、なんか急に太鼓叩き始めてさ、みたいな。なんで太鼓って思って、びっくりしちゃった。すごい、私これは言わないとって思って、この怖がり方はちょっとほのたんさんに言わなきゃと思ったんだけど、まだ言ってない。あー怖い、無理、あー何も見てない、聞こえない、どん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 みたいな。なんか面白い。太鼓の練習してた。ふうさん本当に面白い。今日もさ、フーさんがさ、なんかさ、なんか楽屋でね、みたいな、なんかすごい子供みたいな泣き方しててさ、でココアさんとさ、え、泣いてる泣いてる、マジ泣きマジ泣きとかさ、二人で言ってたらさ、嘘、泣いてもしいあみたいな、なんかこの顔するよくみたいな、こんかみたいな、よくする。そういう時のフーさんめっちゃ好きなんよね。めっちゃ面白い。なんか関西感出てる。すごい。めっちゃ面白かった。
ノリがいい、めっちゃ香港見て本気で叫んでたね。私も見たことな、香港は。まあ仕方ない、また来年期待しよう。いやなんかでももうハロウィン終わったわ自分の中でもうハロウィン感ないや、こんなにコスプレしといて言うのもなんだけど、もうハロウィン、え、なんか私さ行事ってさ1日経った瞬間もう3年前ぐらいの過去に感じちゃうんよね。これどうにかした方がいいと思うんだけどさ、もうハロウィンが1年前ぐらいに感じるんだけど今日のことなのに、なんでだろうね。冷めちゃうのね。え、冷めるっていうかなんだろう、冷めてんのかな。あ、燃え尽き、うん、燃え尽きてる気がする。そう、そう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 。今年はクリスマス中止だから安心しな。え、嘘だ。なんかツイッターでサンタさんが今年もクリスマスやるよって言ってるの見たもん。どっかの海外のサンタさんが今年もクリスマスやるよって言ってたの見たよ。私期待してるから今年もサンタさんが来るの、まあ、今年もって言っときながらあれだけど、もう6年9年ぐらいサンタさん来てないけど、うん、6年か、6年ぐらい来てない、6、いや9年かもう来てないよ。クリスマスね、サンタさんね、小学校の時はもう本当にね、なんかすごい、小学生じゃない、幼稚園生ぐらいの時かな、なんかもうねサンタさんってさ行動が素早すぎて絶対に姿を現してくれないからさ、本当に不思議で不思議でしょうがなかった。なんかクリスマス当日の朝とかにさ玄関ガラガラって開いてさ、自分2階にいたんだけどバババババって降りたのにさ、もうなんかお母さんがさ、サンタさんもう行ったよって言ってプレゼント持ってさ、えー、みたいな、なんで喋りかけてくれないのってずっと思ってて、いると思ってた、え、思ってた普通に。だって おばあちゃんとかがなんか、あ、それでそのプレゼント、それで欲しいって言ってました、それでお願いしますみたいな電話してて、誰に電話してるのって言ったら、なんかめっちゃこっそりこそこそこでサンタさんって言われて、えー、みたいな、あ、いるんだって思って、うん、そう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 。まあでもクリスマスはだん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 なんかあの、はい、これで好きなもん買いなさいっていうようになってきたから別にもらってない、プレゼントはもらってないけど、まあなんかそのお小遣いみたいなのはもらってた。そういう人は多いと思う。でもなんだかんだね、自由に使えるお金の方がね、だん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 嬉しくなってくるからさまあそれがいいのか悪いのかは別として失礼しよう。現実的、うん。でもさ、だんだんさ、小学校高学年くらいからさ、なんか欲しいものがなくなってくる。まあ小学生の時はまだあったかな、 DS のソフトとかあったかもしれないけど、もうなんか本当になんか欲しいものとはみたいな物欲はあるかもしれないけど、なんかその中で一番欲しいものってあるかって言われたらなかったんよね。うん、まだ多分友達とかとご飯行く
小遣いの方がいいんじゃないかっていう考えになってた。なんかちょっと嫌な考え方っていうかさ、年の取り方って感じ。今はね、なんかもう今はね、もっとひどい。その学生時代の考え方よりもっとひどい。今はね、どれだけなんか可愛い写真、盛れる写真が撮れるかみたいな、もうそんな考え方になってる自分が嫌だ 行事ごとになると、なんかもうそんな、もう物もいらないから、とりあえず可愛い写真撮れたらいいよみたいな考え方になってるのが悲しい。もうなんか形にも残らないよ。満たされるのは承認欲求だけだ。あー、悲しい 悲しいよ本当に。なんかもうちょっと初心を取り返してさ、なんか初心に帰ってすごいゲーム、なんか Wii ソフトみたいなさ、なんかそういう固定のものをサンタさんに頼もうかな。まあ自分なんだけどさ、結局買うのはそれ、なんか小学生の時みたいにそういうのを買おうかな。童心、確かに初心じゃなくて童心か、童心に帰りましょう。何がいいかな、プレゼント、自分にプレゼント、難しいな。あんまり物欲ないの。なんか物欲あるんだと思うけど、なんか ないっちゃないし、あるっちゃあるって感じ。なんかこう、例えば1ヶ月前からこれが欲しい、これは絶対買うぞみたいな、そういう物欲はないんだけど、なんかこう買い物とか言ってたら、まあ買おうかなみたいな、なんか。まあ別にすごい欲しいってわけじゃないけど、まあこの使うし買おうかなみたいな感じ。だからなんて言うんだろう、どうやったらいいんだろうね。突発的には買うから多分物欲はあるんだろうけど、なんかこれが欲しいみたいなものはないかもしれない。今は何もない、特にこれが絶対欲しいみたいなのはない。強いて言うならちょっとコンタクトレンズそろそろ買わなきゃってぐらいで、でもこれは物欲じゃなくて人生の必要経費だからカウントしなくていいのかな。定期的に買わなきゃいけないやつはあるけど、日用品、確かにこれ物欲じゃないね ないかな。どっちかって言ったらさ、そういうのがこう食になっちゃうかも。ご飯、食欲、物欲というか食欲と睡眠欲とかに換算されてるかも。だから私本当にね、なんかブワーってめっちゃ買って、ブワーってめっちゃ食べちゃうから、すごい罪悪感湧いちゃうんだけど、そんな食べ散らかしてるイメージない。それはこのショールームでこうやってうわーって食べてないよ でも本当にダメなの、気をつけなきゃ。59分 ?58 分か。そろそろランキング読もうかな。ありがとうございますね、見てくださって。じゃあランキング読みます。
あんまハロウィンっぽい話題できてないな。13位から読みます。13位がとりあえずルービーさん、12位が和則さん、11位が沖優香さん推しさん、10位がゆうきさん、9位が松さん、8位がトニさん、7位が市下さん、6位がウエマンさん、5位がマッカさん、4位がハルさん、13位から読まれた皆さんありがとうございました。皆さんハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン。そして3位がローケイティさん、2位がコバチャさん、1位がトートーさんでした。3位から1位の皆さんありがとうございます。トートーさん、コバチャさん、ローケイティさん、クマタワーありがとうございました。ハッピーハロウィン、ハロハロハロウィン皆さん素敵なハロウィンナイトをお過ごしできましたでしょうか。最後スクショいいですか。お、スクショタイム。じゃあどうしよう。ハッピーハロウィン。あ、クマタワーありがとう。クマ。はい、ありがとうございました。またね、11月もよろしくお願いします。10月もお疲れ様でした。また来月、また明日、おやすみ。ハロウィンナイト、素敵な日曜日をお過ごしください。またね。切れるかなこれ。ありがとう。おやぽみ。ありがとうございました。